listening to Shibuya Cross FM.始まりました。毎週金曜日19時からの渋谷女子企画、ジェーナグループというところで、はい、ビューティーアドバイザーをしてます安藤美沙です。よろしくお願いします。そして、はい、今日からアシスタントを務めさせていただきます香山あかねです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そうなんですよ、ちょっとね 新、はい、新メンバーがね、はい、加入されました、はい。先月、うん、公開オーディションさせていただいて、はい、5人です。4人からね、うん、あかねちゃんが選ばれまして、やった、はい。今日からあと5ヶ月ですね。そうですね、アシスタント MC ということで、はいはい、一緒に渋谷女子企画を盛り上げていただくメンバーになりました。はい、はい、よろしくお願いします。そっか、あかねちゃんのね、簡単な自己紹介も簡単な自己紹介、はいはい、普段何をしてる人なのかっていうのね、はいはい、普段ですね、はい、踊れるシンガーソングライターとして、うん、活動してまして、あとはレースクイーンと、で、あとはですね、はい、こことは別にラジオをやっております。はい、はい、はい、いろいろ活動してます。いろいろやってるよね何でも屋さんです。本当に今ね、簡単に自己紹介って振ったけど、うん、ちょっとね、時間が短いと難しいよねそうなんですよ、簡単に説明しきれなくて、まあ、うん、語れば1時間ぐらい、ね、ちょっとそれはやめてもらっていいですかゲストさんいなくていいかなみたいになっちゃうね今日ゲストさん、はい、残念ごめんね終わりねそう、ちゃんと呼びましょうね、はい、まずその前にうちの番組のね、紹介をあかねちゃんからお願いします。はい、ではさあ、ここで渋谷女子企画、どんな番組なのか教えちゃいましょう。渋谷女子企画とは、渋谷ガールズプロジェクトのこと。女子の夢を応援していくプロジェクトです。自分に合った事務所を探したい、ランウェイを歩いて注目されたい、自分の作った曲を世界中の人に聴いてほしい、あなたの夢を世の中にどんどん発信しちゃいましょう。女子のやってみたいことをテーマにした参加番組、今後のために勉強中の子たちを応援していきます。さらに今も活躍中の素敵なゲストさんも出演していただくので、成功するためのヒントをこっそり聞いちゃいましょう。この番組では皆さんからのメッセージも渋谷女子企画の公式ツイッターとインスタグラムで募集しております。ぜひ渋谷女子企画で検索してみてください。みんなのメッセージお待ちしております。はい、そしてですね、今日、はい、あかねちゃん MC ね、うんうん、デビューにもかかわらず、そうなんですよあかねちゃんのコーナーも始まっちゃいます、はい、ありがとうございますなんかすごい盛りだくさんで、はい、ちょっとね、はい、美容のね、あのコーナーをね、はい、していただくんですけど、はい、大丈夫ですか。もうバッチシでございます準備万端で、はい、後ほど、まあ、テーマとかね、はい、いろいろ教えていきたい、教えてもらいたいと思います。はい、はい、そして、本日のゲストは波の上ジャクソンのお二人にお越しいただきます、はい、それでは7時50分までのお時間お付き合いお願いします。渋谷女子企画、この番組はキレイをサポートするジェーナグループがお送りします。それではお聴きください。オープニング曲はスマイル海賊団でパイレーツフォースマイル。
よ。ジェーナグループがお送りする渋谷女子企画、この時間はナビの上ジャクソンのお二人に お話を伺っていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。やったー、待ってました。ポン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 ってなんだろう。はい、じゃあまずは自己紹介お願いします。はい、よろしくお願いいたします。ナビの上ジャクソンの主に司会と進行役をしております。普段ネットラジオでやっておりますね、私。さあ、ここのクロス FM に誰を呼んだ。そう、自分で呼んだ。俺だ。野草です。よろしくお願いします。野草お願いします。そして、はい、南の島から、はい、さーい、ナオジです。よろしくお願いします。すごい、よっしゃ、言えたぞ。お願いします。ちょっと待った、私が影のリーダーだ。海ちゃん、スカちゃん、横スカちゃん、あかねです。よろしくお願いします。お願いします。うわ、今日はそういう登場なのね。そうなの。そうなんだよ。そうなんだ。今見た人ポカーンってなってるかもしれないんだけど、かなりハテナだと思います。そうですね、はい、波の上ジャクソンのお二人って言ってたんですけど、はい、本当は3人組なんですよね。はい、そうです。あかねちゃんも含めた3人が、はい、で3人で波の上ジャクソン、うん、そうなんですよ ね、はい、どう、1回目の、はい、今日 MC じゃない、はい、ゲストの2人ができちゃうのは、はい、どうなの。あの、すごくなんていうんですかね、そこは光栄だろつって。光栄、いや本当に嬉しいですよ。ありがとうございます。嬉しいんだけど、後で、うん、その司会進行役をね、普段やってるんで、うんうん、なんか、あ、ダメ出しが来るかなっていうので怖いっていうのと、あと、直く君に関しては、ちゃんと喋ってくれるかなっていう心配。大丈夫、はい、大丈夫ですか。今日は、あかねちゃんのために喋るから、はい、ありがとう。でもすごくね、サイミンは、はい、だって、あの、歌を歌ってるわけじゃない。そうですね。なんで司会進行役ってなんか新しくない。新しい。今なんか普通にすんなり聞いちゃったけど、ちょっと何かが違うと思う。わかんないですよね。うん、あの、普段、波の上ジャクソンっていう、ね、はい、ネットラジオやってまして、うんうん、はいはい、でそのネットラジオやってるレギュラーのメンバーがこの波の上ジャクソンの安尾、うんうん、直司、茜の3人という形で活動しております。なるほど、はい、ラジオがメイン、ま、ラジオがメインですね。メインそうなんですよ。違うことになる、出てきそうになったんですけど、はい、ラジオをやってまして、うん、そこの中で、自分たちが個人でやってる、うん、あの活動があるんですけども、うんうん、歌だったりダンスだったりとかで、うんうん、いや、その、まあ、プラスそこにこのネットラジオも僕たちの活動を合わせて配信していこうかっていうメンバーになっております。なるほどね、なるほど、なるほど、はい、だから普段は歌うよりも喋るとか、うんうん、あ、 あとはまあ面白いことする方が多いんですよ。え、アーティストではない。アーティストなんですけど、アーティストが3の、うん、コメディが7ぐらいの割合になってる。コメディ7もあるんだ。そうなんだ、大丈夫、なるほど、なるほど。じゃあみんなの、じゃあ、はい、それぞれの活動も伺っていきたいんですけども、はい、まずじゃあ喋ってない直司さん、いけます。はい、沖縄から来ました、はい、直司です。2回目で会ったよ、はい、僕があの3年前に、ダンススクールを立ち上げて3年経つんですけど、うん、僕ダンスを教えてます、はい、社会人、初心者、あとキッズ、うん、まあ、アイドルまで、うん、大きなスクールに通いづらい生徒さんが、うんうん、通いやすいように、うん、少人数制のスクールですね。これはどこに見せればいいですか。ち、ね、はい、なので、ちょっと今、はい、すごい気になったことあるんですけど、いいですか。あ、いいよいいよ。え、クラベって何。あ、間違えた。すごい間違えた。これですよ。これ間違えました。いい、まあ、いらない。あ、いい、いらないのか。クラベだね。あ、クラベだ。なおじダンスクラベっていうことで大丈夫ですか。大丈夫です。多分出てくると思うんで。あ、はい、あ、ね、クラブに、クラブになりましたね。これで、あ、そう、これか。この、うん、直司ダンスクラブ検索すると、うん、ホームページが出てきますので、ぜひ皆さんお願いします。お願いします。はい、渋谷の皆さんお願いします。見られたよ、はい、なるほど。あ、じゃあ曲は歌ってるわけじゃなくて、ダンス
歌もやってるんですよ。歌もやってるんだね。よ、俺がナオジだとしたらあれ今。イエーイ。ラップだね。そういうことなのね。ラッパーなんです。なるほど、なんかいろんな人がいる、うん、そうなんですよ今一人目でちょっとお腹いっぱい言わずに。じゃあ、じゃあ安田さん、はい、はい、トゥルーフェイトという普段、うん、あのダンスボーカルエンターテイメントユニットというクソ長いあのジャンルの中で新しくやらせて、ね、うんうん、もらってますけども、はい、はい、そのリーダーの安田です、はいはい、で普段はあの茜ちゃんと一緒にそのトゥルーフェイトで2人で活動してまして、うん、なるほど、はい、活動の内容を説明しますと、うん、先ほどのこのダンスボーカルエンターテイメントユニット、まさしくその名の通りエンターテイメントが入ってますんで、あのただ歌って踊るだけではなくて、うん、面白いことを何でも、ね、うん、興味持ったことをやろうぜっていう風に、うん、あのちょっと企画を立てて、うん、でそういう名前をちょっと僕が作ったんですけど、はい、なので、うん、あのライブで実際に漫才をやってみたりとか、コントやったりとか、そうなんですよ、やるんですよ。それこそ歌よりも喋りのが多かったりとか、さだまさしさんっていうのなんですよ。なのでなんか面白いことがお互い好きっていうところをもっと活かしたいなっていうようなその変わったちょっとユニットを結成しようと思いまして、はい、トゥルーフェイトって、トゥルーフェイト、はい、主にそういった活動を東京を中心でさせていただいております、はい、ね、うん、すごい面白い。だってあかねちゃんはあかねちゃんで一、はいはい、人でも歌をやってるんですね、はい、そうなんですよ、一人でもやってるし、うん、まあ、最近はその活動が増えちゃったんですけど、うんうんうん、はい、まあ、他の暇な時は入ってきたね、うん、そう、暇な時は、うんうん、この方と一緒に、この方、うん、安尾くんと一緒に、はい、暇な時限定なんですね。そうです、今の時限定なんです。なるほど、だってあかねちゃんレースクイーンもやってるから。そうなんですよ、大変だもん ね、 ね、ごめん ね、 ね、忙しくて。 そう、それは後でやってもらっていいかいやー、もうバッサリいかないね、うん、そうだ、すごいなんか面白いなと思ったのが、はい、あかねちゃん一人でやってるわけじゃん、うんうん、ってことは二人でやる曲もまた全然違う、違うんですよ、感じなんだよね、はい、でまた3人になるとラップの感じも入って、はい、入ってきて、そうなんですよ、はい、だいぶグローバルにさせていただいて、グローバルすぎない、うん、エンヤーコラセやばい、キャラもすごいな、すごいな、濃いですよね、そう、濃いな、もうどっから突っ込んでいいかわかんない、うん、ありがとうございます。なんか本当に活動としてはだからライブじゃなくてその、今ラジオがメインみたいな、そうですね、感じなんだよ ね、 ね、なんか気になったのが、うん、その波の上ジャクソンっていう名前、うんうん、いいところ気づいてくれましたね、ナオジ君、うん、いや多分ね、誰もが気になるから、うん、誰が決めたんですか、これ、うんうん、波の江ジャクソン、もともと、あかねさんは、うん、途中から新メンバーに、うん、として入ってきていただいたんですけど、もともと違うメンバーがいたんですよ、もう一人、何人、あ、3人だったんですか、もう一人、じゃあ4人で始まったんですね、最初の構成は、直樹くん、僕んで、もう一人アーティストさんがいて、もう一人芸人さんがいたんですけど、はい、でその4人のうち、まあ、もう大体みんな沖縄が好きと、うんうんうん、で僕あの沖縄アクタースクール出身で、あ、そうなんですね、はい、この女子企画の違う週の、うん、ダパンプのトモさんのリーダーのイッサさんの後輩に当たるんですけど、うん、そういうことですね、はい、なので沖縄に、ね、うん、そう精通するので、で、うん、茜さんは沖縄が好き、うん、愛してやまない、うん、方なんで、はい、でかつ沖縄人のうちのラジオリーダー、うん、はい、何そのポーズ、なのでこのポーズ喋れすごく僕だけ喋る、今笑顔で返されたって、うん、ね、そうなんですよ、そうなんですよ、なので沖縄にまつわる関係性が多いっていうところから、うん、その番組が、うん、お話しいただいたときに、うんうん、番組名どうするかっていうと沖縄にまつわる名前がいいねっていうことになって、うんうん、でジャクソンっていうのはもともとあれなんですよ、うんうん、ジャクソン、うん、ジャクソンで決まらなかったのね、うん、本当は最初ジャンクションっていう名前だったんですよ、交わるとか交差するとか、はいはいはい、でも何に交わろうかなと思った時にちょっとジャンクションじゃなと思ったんですよ、
って思った時にもともといたメンバーもしかり、うん、今のあかねちゃんもしかり、うんうん、みんなダンスやってるので、うんうん、ダンスといえばキングオブポップのね尊敬する、はい、マイケル・ジャクソンさんそっから、ね、をみんな尊敬してますので、うんうん、そっからそれぐらい偉大になるためにじゃあ沖縄っぽいネーミング波の上と、うんうん、マイケル・ジャクソンさん尊敬してるからジャクソンっていう名前をいただいてこういった名前に、うんなりました。なるほどね、はい、ちゃんと言えた。ちゃんと言ってみたいね。で私もね、1年に2回沖縄に行くぐらいです。入れちゃうかもしれない。やればいいよ新メンバー。え、面白いことやればいいんでしょ。そうです歌もダンスもできないけどいい。あ、じゃあその私たちが歌ってる時は、うん、じゃあミサさんはガヤガヤガヤか、うん、宣伝モデルマスコット代わりにこうそれそれやって、あ、なんか着ぐるみとか着てやるわ。そうう波なんでやっぱビキニだよね、うん、あお願いします。助かります。 NG だ、ま、NG だよ。すいませんね。じゃあ今日入ろうとしたんだけど今日団体で、はい、早い考えてください。みんなの出会いはじゃあ一人ずつ増えたって感じなんですよね、きっと。そうですね、うんうん、でももともとみんな、うん、同じイベントに出ててライブ活動していて、はい、各々全然違うチームで出ていて、うん、でその時になんか打ち上げ一緒に参加したりとかからつながっていって、はいはいはい、で久々に再会して、うん、でなんかちょっとやるみたいな感じでなって、そんな軽い感じでできる？すごい軽かったですよ。最初ゲストで来ていただいたんですけど、うん、あだったらもうなんかやりたいねみたいになって、うん、へでちょうどその、うんうん、あかねちゃんの前のメンバーが抜けるってもう決まったタイミングでもうゲストで来ていただいて、うんうん、でじゃあやりたいやろうよ一緒に組んでしみたいな感じで、へえ、決まりました。決まったんですね。しゃべるもうあれですね、絆です。絆ですか。ちょっとよくわからないですけど、みんな絆で繋がってる。しかもすごいどうやってきた、どうやってすごいんですよ。なるほど。結成どれくらいなんですか？結成で波の絵ジャクソンですか、うん、波の絵ジャクソン自体はもう番組とその結成した時から数えるともう5年目になります、うん、長いんですね、はい、結構長いですね、なるほど。じゃあまずね、うん、その波の絵ジャクソンさんの曲ですよね、はい、はい、聞きたいなと思って。いいんですか、はい、じゃあ曲振りをでかいだ、はい、お願いします。 あかねちゃんがいいんじゃない。え、いいよ。リーダーでしょ。譲り合い。波の上ジャクソンでありがとう。また会える時まで互い
旅に行こう、まだゴールじゃない、遥か遠く先の目的地探してみよう。校舎の窓から見えた桜、ひらひら舞った願いはいつか10年後の自分に。君は何願った？よっ、嫌なこともあったけど乗り越え掴んだもの、一つ一つがとても大切な宝物。君に出会うのも未来を作るのも全てこの場所があったから、決して忘れちゃいないから。道に迷った時いつでも今日のことを思い出してね、誇り持って胸張って輝けたら素敵だね、君ならできるよ。桜咲く頃始まってくストーリー、笑った君の顔を忘れない、あの時ずっと言えなかった言葉、ありがとう出会ってくれて、また会える時まで落ちてる時も笑顔に変えてまた騒ぎ出す、坂道勝負なんかしちゃって一番乗りで振り向いて、広がる景色ぐっと噛みしめ、明日にはこの街とお別れ、決まったベンチで夢語らい、筋書き通りのストーリーにしたい、酸いも甘いも噛みしめて今日も懲りずに素敵な夢描きたい、照れくさそうになんかして手と手を強く握りしめて、ありがとう涙をこらえたら明日にはきっと、さよならじゃない、また会えるから、笑顔で手を振って旅立つんだ、描いてた夢消えないようにこの広い空に響け。桜咲く頃始まってくストーリー、笑った君の顔を忘れない、あの時ずっと言えなかった言葉、ありがとう出会ってくれて、また会える時まで、まで互いの道を行くよ、それぞれ走り出そう、遠く未来へこの想い乗せて、ありがとう感謝しよう、ジェーナグループがお送りする渋谷女子企画、この時間は引き続き波の上ジャクソンの直司さんと安尾さんにお話を伺っていきます。よろしくお願いします。わー、いいんですか、この時間いただいていいんです。どうしよう、帰ってもらおうかな。ね、アピールしたからね。いやいや、ありがとうございます。普段ね、みんながショールームで、はい、番組とかショールームを配信してるっていうので、はい、なんか結構面白いことをね、うん、やってるじゃないですか、はいはい、この時間は司会進行役のね、はい、安尾さんにお願いして、はい、ちょっとコーナーやってもらおうかな。頑張れ、お願いします。女子企画を乗っ取っちゃうぞって、うん、お願いします。早くやって巻いてください。本当に巻きますか。、うん、じゃあそうしましたら、普段僕たち、ネットラジオで波の上ジャクソンって配信してるんですけれども、はい、そちらは音声のみになってまして、で音声だけだと僕たちの良さをもっと、ね、皆さんに伝えてもらいたいなと思いましてですね、ここ最近ですね、新しくやったことがそのショールームという、ね、はい、アプリで、動画まで配信させていただいておりますけれども、その中でやってることがありまして、皆さんゲームをね、
やってるんですよ、うん、でそのゲームやって皆さんでこうジャッジしてもらって、うん、判定で罰ゲームみたいなことをねちょっと面白いこと映像ありきでできることをちょっと今やっておりますので、はい、それを今日ちょっとここの場所をね素敵な場所をお借りしてやりたいなと思っております。よろしくお願いします、はい、お願いします。やったね。なのでせっかくなので、はい、今日綺麗な女性方がおられるので、うん、イエイ、いやね、声がちっちゃかったちょっと遠慮しちゃったなので、僕たち、はい、波の江ジャクソン、うちのラジオリーダーの直樹君と、はい、私安尾と、はい、茜ちゃんと、はい、3人で対決するという形を取らせていただいて、はい、それをジャッジしていただくのは、はい、美佐さん、はい、うん、私がジャッジいいですか。ぜひとも審査員審査員ジャッジしていただいて怒られたということですね、はいはい、なのでそれでジャッジしていただいて負けた方が、はい、なんと、はい、デレーンよっデレーンケツバットでもなんかここで有名、そうですね、番組でやってますね、番組でよくやってるって聞いたので、はい、それをちょっと、はい、僕らも体験しようかなと思って。よっしゃ、頑張るぞ、はい、皆さんぜひとも最後まで番組付き合ってくださいね、はい、ということで、で勝負する内容なんですけれども、はい、まあ、女性なので、うん、女性が、うん、デート、うん、デートを組んでました、はい、皆さん想像してください。デートします。デート、約束の日にデート、この日に集合場所を決めました、はい、決めて、そうですね、お花見にしましょうかね、もう季節的に、うん、お花見で待ち合わせ場所に、はい、そのじゃあミサさんが遅れましたと、はい、遅れる設定で、遅れ、はい、遅れたのに対して、うん、僕たち3人が一人一人、うん、なんてフォロー、いいフォローをしてあげるかっていうコメント対決をしようかなと思っております。わかりました、はい、そしてね、時間があんまりないのよ。はい、そうですね、もう超ギリギリじゃないですか。超ギリギリなので、ちょっと巻きでお願いしたいんですけども、はい、どうしましょう、私が何か言った方がいいのかな、あ、じゃあごめん遅れちゃったって言ってください。はい、うん、っていうので、3人が一言ずつを言ってってことですね、はい、で対決します。一番グッときたやつを選んでもらえれば、だ1位、2位、3位選びますね、はい、で、3位の人がケツバット、はい、ってことで大丈夫ですか、はい、お願いします。順番は大丈夫、順番どうしようか。じゃあ僕からいきます。おあ、やっぱ男なんでね、いきます、okay、やりました。ごめん遅れちゃった大丈夫だよ、可愛いから許す。明日は一緒にご飯食べようね。明日はもう何何何何、今日はもう帰っていいってことかな解散ってことですね。そういうことですよね、はい、結果許してもらってない、はい、オッケー、はい、次行きます。誰に行きましょうか、はい、やそう、行けごめん遅れちゃった。ほんまやで、まあ、遅れた分じゃあこれからもっと楽しんでもらうからお願いね。はい、ありがとう。よそしい、よそしい。なるほど、はい、じゃあ茜ちゃんのね、最後私イケメンなメンズとして見るよね。メンズ、あ、そうだよね、うん、メンズとして見るね。メンでお願いします、はい、オッケーオッケー、はい、ごめん遅れちゃった。大丈夫だよ、ミサのために美味しいビール買っといたからね。うーん、あー1位あーやばいやばいやばい、もうビールが大好きなんですよ。すぐ釣られる。え、なんか申し訳ない、遅れてきてるのにもかかわらず、うん、ビールまで買っといたんですよ。もうやさお、やさおすぎる。そうです、僕やさお。やさおか。で多分ね、誰もが分かってると思うけど、はい、3位は、はい、直樹くんね。よし、よし行こう。そうだよ、早速行こう。じゃあ行って行って、ケツバットね。じゃあミサさんにせっかくなんで殴ってもらいましょう。やべ嬉しいな。やべ嬉しい。お願いします。やったこれラジオだよね。いやすごい、うん、ラジオ、はい、この動画でちゃんと、ちゃんと、ちゃんと感じてよ。はい、お願いします。じゃあ皆さんのケツバットまで、はい、お願いします。あやばい、フルスイング、すごいなえ、じゃあどうだった。ありがとうございます。最高っすね。いやもう今日はね、絶対一生の思い出にする。いやー今どんだけド M なんだ今の殴ったところ撮ってもらえました。あ、撮って、あー、じゃあ詳しくは YouTube の方で、はい、3週間ぐらいにアップしますね。めっちゃ気持ちよかったです。ありがとう、直樹くん。いや、それでよかった、いい絵だった。ファンの人はちょっと茜ちゃんがね、やられてる姿もちょっと見せたいなと、ちょっと思ったんですけど、まあ、そのためにショーパン履いてきたらでもね、もう完全に3位じゃん、うん、
ね、もう本当に、もう本当にごめんなさいね、はい、はい、スッキリさせていただきました。ありがとうございました。はい、ではここで1曲お願いしたいんですけど、曲紹介いいですか。はい、では私の曲をいきたいと思います。はい、では加山あかねでブランニューデイズ。ジェーナグループがお送りする渋谷女子企画、この時間は波の上ジャクソンの直樹さんと安尾さんにお話を伺っていきます。先ほどですね、流れてた曲、あかねちゃんがおっちょこちょいでね、ごめんなさい、おっけ流しちゃった。もうカラオケバージョンみたいな、うん、はい、あ、いいじゃん。じゃあ歌詞、うん、あのあかねちゃんのツイッターで、はい、あの歌詞ビャンってして、ビャンってして、ビャンってしましょうか。みんな、はい、個人的に歌って、あか、あ、じゃあちょっと今、うん、じゃあサビだけ歌いますか。歌わせてください。前回も、はい、あの歌わせてもらったんですけど、うん、歌います。ブランニューデイズです。はい、遠くて見えなくてもを探し続けてシャイニングスター、きっとそれを手に入れたら輝けるから、ブランニューデイズ。ありがとうございます。めっちゃ可愛い。ばっかりできた。大丈夫ですか。ムービーも撮ってくれてるの、きっとね。ありがとうございます。ありがとうございます。ちゃん可愛い。はい。はい。でもね、おちょこちょいだったってことでね。はい。はい。でね、今からがこのビューティートークのあかねちゃんのコーナーなんですけども、ちょっと時間が短くなっちゃったので、ちょっとだけ巻きでやりたいと思います。巻きで、はい、テーマがあると思うんですけど、今日のテーマは何ですか。はい、今日のテーマはですね、はい、ダカ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 ダン、はい、花粉症です。
よいしょ。もう今の季節ね、そうなんですよ、みんな多分悩まされてるんじゃないかなと思うんですけれども、今日はその花粉症に効くあの 食材というか、はい、あのちょっといろんなものを用意してきたので、みんなね学べたらいいなと思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。良い仕事、良いあの時間ないんでちょっと巻きでお願いします。花粉症に効く食べ物をお伝えしていこうと思います。まず一つ目、じゃじゃん、乳酸菌やビフィズス菌などの善玉菌が含まれるもの、うん、例えば下に書いてありますヨーグルト、納豆、うん、甘酒、ぬか漬けなど発酵食品ですね、がすごい効きます。ちょっと光って見えないかな、え、角度的に、あ、本当だ、ね、見えないかな、見えないかな、ね、乳酸菌、はい、乳酸菌です。ヨーグルト、納豆で覚えてください、うん、そしてその2、はい、だだでれん、老化防止などの抗酸化作用でも有名なポリフェノールが、はい、含まれるもの、例えば大豆だったり、うんうん、玉ねぎ、大葉などです。赤ワインとかは、ね、赤ワインもポリフェノールが、ね、そうですね、まあ、でも植物性のポリフェノールが一番効きます。そしてその3、はい、点、免疫力を高めてくれる効果が大きいビタミン A とビタミン C、はい、ビタミン A は緑黄色野菜によく入っていて、はいはいはい、ビタミン C はイチゴなどレモン、オレンジ、フルーツ系です。はい、まだあります。はい、結構あるんですね。 そうなんです、うん、その4、はい、じゃじゃん、じゃじゃん、血液サラサラ効果でも有名な DHA や EPA など、はい、N3 系脂肪酸というものです。青魚、はいはい、サバとかアジとか、あとチアシード、はいはい、甘匂い、流行ってるやつだ、はい、女性の好きなやつです ね、 ねでこのチアシードとか入ってるその N3 系脂肪酸ってなんぞやということなんですけど、あんま聞かないね。そう、炎症物質の出口に先回りして炎症物質が出るのをブロック、はい、そして症状が強く出るのを和らげてくれます。最高じゃん。はい、ということで、うん、私が用意したレシピは、うん、レシピ、料理も、あ、そうなんです。すごい、でも簡単な、本当に料理じゃなくて調理ではなくて、うん、ただ混ぜるだけなんですけど、いいね、いいね、それ、ありがたい、ありがたい。チアシード入り、うん、飲むヨーグルト、へー、はい、用意してもらうのは、そのチアシードね、うん、うんうん、まだ膨らまないやつ、はいはい、パックに売ってるんですけど、よく、うん、それと、あと、飲むヨーグルト1リットルのサイズの売ってるじゃないですか、はいはい、それと、あとはお好きなフルーツを入れてもらうだけで、はい、もうできちゃいます。わ、すごい、すごい、はい、そのさ、いいこの材料を見て、はい、かねちゃんがひらめいたってこと、はい、あ、そうです、そうです。これ全部見てて、効果があるものを一緒に、なんか一個ずつ取っても全然いいんですけど、うん、私めんどくさがりなんで全部いっぺんにできたらいいやみたいな。でもすごい、なんかヨーグルトとチアシードとフルーツ、ビタミン C、うん、取れば、うんうん、もうその全部の効果が同時に得られて、相乗効果もなんかありそうだよね。食物繊維で、うん、便秘解消、はいはいね、であとは満腹を得られます。チアシードで膨れるので、で最後にアンチエイジング効果、最高、最高よ。あかりちゃんかわいい。まさにあれだね、花粉症対策、はい、ビューティーソムリエって言っても過言ではないね。いるか。よかった、そこにサバとか入らなくてよかったね。臭そうですよね。よかった。すごい、花粉症なのでやってみます、ぜひ。本当ですか、やってください。私も花粉症なんです、目快快で。快快だよね、つら、ね、い、すごい、ね、毎月だから、はい、第2週目があかねちゃんの担当とか MC になるので、はい、これからね、毎月2週目は欠かさずあかねちゃんのビューティー担当、ビューティートークになるので、ぜひ見てください。頑張ってね。はい、じゃあ頑張ってお父さんみたいな、ね、はい、はい、ではここで以上ビューティートークで、ありがとうございました、はい、あかねちゃん、皆さんぜひとも試してください。はい、はい、ね、ここで1曲お願いします。はい、あ、じゃあ先ほどちょっと曲がおけが流れちゃったやつです。 YouTube なんですけど、うん、はい、では見て聞いてください。加山あかねで Close to You。
誰より近い距離で触れる距離でこんなに心から深く愛せたのは本当初めてなんだ最初で最後の人だとそう思うからそう感じたんだ私だけに見せて私の想い全て送るよだからずっとそばにいてねこれからも永遠に Close to you 溢れてくるこの想いを受け止めてそっと抱きしめてぬくもりを感じるたびかけがえない幸せになる全てが君との記憶で埋め尽くされてる頭の中未来も二人の思い出を増やしてゆこうもっとずっと嬉しい時も悲しい時も重ねてたよ不安な夜も寂しい朝も君といた永遠に Close to you 出し縁が待っていたとしても乗り越えてゆこうお互いにそっと寄り添い合って二人このままありました渋谷女子企画お別れの時間が近づいてきました、早くないですか早いですね早いよねめちゃくちゃ早いねはいもう西田さんともっと喋りたかったねもっと喋りなよじゃあもう後で喋りな後で後で今度居酒屋行こうはいせっかくなので、ね、告知をお願いしますはいはい、波の上ジャクソンメンバーで作ったありがとうっていうさっき流した曲なんですけども、はいなんと iTunes 配信します、はい、なんと世界で一番早い何言って世界で配信全米が驚くねそう配信泣くわいやもうこの今日呼んでいただいたこの渋谷女子企画さんのために、うんね、もうリリースをねバーンって今決めたんだもんねはい4月はい、はい11日で決定しましたイエーイそうなんだ来月iTunes配信、はい、すごーい、はい、以上です早いよ潔い早いですので皆さんね、はいはい、配信を待って皆さんダウンロードぜひともよろしくお願いしますお願いします、はい、詳しいことはこちら僕が持ってるこのホワイトボードに書いてますねこの波の上 GO!GO!GO! というツイッターアカウントにぜひとも皆さんフォローしていただいて、はい、そこから
チェックの方よろしくお願いいたします。はい、お願いします。たくさんダウンロードしてくれるとですね、うん、私が作っているので、はい、うん、印税カンポリ、イエーイ、そっちか。お金は大事だよ、大事だよ。あかねちゃんの黒い部分出た、はい、よろしくお願いします。ブラックあかねです。他には他にはあかねちゃんのこととか、大丈夫、はい、CD も行かせた。 CD、はい、はいはい、そう、ありがとうございます、はい、去年の7月の8日にリリースいたしましたクロストゥーユーという曲です。 CD 発売中でございます。残りわずかとなっております。今手売りで頑張ってますので、ぜひお買い求めいただけると嬉しいです。よろしくお願いします。お願いします。あかねちゃん頑張れ。イエーイみんな個人の SNS とかをやってます か、 いいすか。やってます。ああとさっき、うん、この波の上ジャクソンのこれでもうすべてつながれますんで、僕らのつながります、つながれますんで、うん、はい、お願いします。あとね、なおじくんが喋ろうとしてるからね。いいですか、なおじくんお願いします。もう一回だけいいですか、うん、なおじダンスクラブ検索すると僕がやってるスクール、ホームページ出てきますので、うん、はい、チェックしてください。お願いします。お願いします。渋谷女子企画を見たらなんかなる、うん、もう入会金無料、うわ、おそして体験レッスン無料、おスマイル無料、イエーイ大事大事大事。有料スマイルも気になるけどね、気になるどんなやつなんだろう、ちょっと習ってみたいです本当ですね、皆さんよろしくお願いします。お願いします。今日ね、あかねちゃんも初めて会ったんだけど、あかねちゃんどうでした？もう、普段の自分が出せたかなと思います、うん、本当、めちゃくちゃ楽しかったです。本当よかったです、はい、じゃあ番組のちょっと感想も、うん、お願いします、はい、はい、いやもう楽しかったですね、うん、楽しかったですね、はい、以上ですケツバットもね、あそうそうしたし、もう、ね、忘れません、よかったです気持ちよかったです。いや本当に光栄だったよね、なおじくん、こういう場所に出させていただいて、いやもうぜひともまた次回もね、はい、機会があれば出させていただきたいなと思うので、はい、ぜひともよろしくお願いしますちっちゃい声がちっちゃい、どうかな、それはでも、あかねちゃん世代かな、私か、私のじゃあ、うん、ここでお願いします。お願いします。ね、あかねちゃんもね、なんか今日1回目なんて感じる、はい、ね、感じなかったね。あ、本当ですか？そう。よかったね。コーナーもちゃんとね、すごい花粉症なので頑張りたいと思います。一緒に直しましょう。直しましょうか。はい。はい、それでもね、残念ながらお時間になってしまいました。うん、早い。本日のゲストは波の上ジャクソンの直司さんと安尾さんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。では来週の渋谷女子企画はハミさんと白石かなさんでお届けします。ゲストはモデル、タレントとして活動中の小山ひかるさんにお越しいただきます。そちらもぜひお楽しみに。渋谷女子企画、この企画はキレイをサポートするジェーナグループがお送りしました。はい、本日もご視聴ご観覧ありがとうございました。外にいる方もありがとうございます。はい、それでは来週もお楽しみに。こっちでバイバーイ。波の上ジャクソンありがとうございます。